皆さんどうもこんにちは、GMです。 GMのマインクラフト2024、本日もやっていきたいと思います。さあ今回ね、やっていきたいことなんですが、まあ今ガシャガシャね動いてるこちらのカボチャ自動収穫機やっておりまして、こちらねもう装置が結構むき出しになってるのもなんだかなというところもあるので、しっかりね囲っていい感じにしていきたいなと思います。ということで本日もやっていきましょう。G山のマインクラフト2024。さあということで、今回ねこちらのカボチャ収穫機を囲っていこうということで進めていきたいんですけども、まあ、実はですね、まあ、ちょっと収録外でさらにねスイカも追加してね作っておきました。まあ、前回の動画ではですね、まあ将来的にどうしようかなみたいな感じで、まあこんだけあってもねもしかしたらあり余るというか、そういうこともあると思うから、まあ、半分スイカ半分カボチャみたいにしても全然いいんちゃうかなとかね、ちょっと思ってたりはしてたんですけど、まあまああり余ったらあり余ったでいいかということで、こちら側にねスイカ自動収穫機も作りました。こういう感じで合計ね2個あるので、この2つともねしっかりと建築して、まあいい感じにねこの拠点とね馴染ませていければなと思います。ということで早速ね建築をスタートさせていきたいんですけども、まずはねこの正面の方のデザインから考えていきたいと思います。で今はまあこの装置があるんですけど、こっちにねサトウキビと竹収穫機があって、ここはもうめっちゃシンプルに多くの素材で完全豆腐建築みたいな感じになってますけど、こんな感じで仕上がってて、まあ、最悪というかまあこっちもね正直同じ感じでやってもいいっちゃいいんですよね。だから若干悩ましいところではあるんやけど、まあでも基本ベースねここがやっぱ多くの森だったっていうところもあるんで、基本的には多くを中心にね使っていきたいなと思ってて、まあそれでね統一感も出てくるというか、そういったこともあるから、まず一旦柱はねこの多くの原木を入れていこうかなと思ってます。でこうなってたらまずここをよね、ここガラス割ってここに柱入れて、こういうのがまあセオリー通りかなっていう感じですよね。でそうなってくると反対側も同じようにここ柱入れて、で綺麗に揃えたいから、まあ、ここを割ってここに原木入れたら、まあ、綺麗にはなるよねっていうところで、この感覚でまず一旦柱全体入れていくか。だから2個開けて3個目ガラスを柱にして、こっちもあここ土あれやから一旦削って柱入れので、2マス開けてガラス割りの柱入れの、こういう感じね。あやっべ、ツルハシの勢いやりすぎてピストン壊してもた。最悪や、これがあるから装置怖いよね。怖い怖い。オッケー。あ、怖っ。これでも端っこの方でよかった。終わったのか。これが真ん中ら辺とかやったらね、設置するのめちゃくちゃめんどくさいから。ヒヤヒヤした。オッケー。これで一旦柱が設置完了しました。で、ここの土は見えん方がええから、やっぱここ階段が一番いいか。階段であったりなんかしら見えないようにした方がいいか。それこそねここと同じ感じにするんやったら、この下をこういう感じでここを階段にする、これがまあ一番わかりやすいというか、まああそことね同じような形になるけど、まあでもここが見えたらいいもんな。だからこれで統一するか。ここはオッケー。これでぐるっと一周ね、土台部分ができました。じゃ、今度また一個上部分、もう一本柱入れるか。今度はここのデザインですね。ここまででも柱上げてまうんが一番いいか。で、さっきみたいに、この装置にね、こう触れて、ピストンとかオブザーバー壊れると厄介っていうこともあるから、ここは原木、ちょっとかなり、大量消費やけど入れて、こういう感じで柱にしておくか。
ケー、こういう感じね。で今度この上側をどうデザインするかやな。あーこういう感じもあるよね。フェンスもありやけど階段で模様入れるのもありよ。あーいいね、これでいこうか。ということでこれで上部分しっかりね装飾ができました。いいね。であとは屋根部分どうしようかな。あんまりねごつくてもどうだろうみたいなところもあるからな。うん、悩ましいな。球体というかドーム状みたいな屋根とかできたらなんかいい感じになりそうだけど、これあえて葉っぱとかで屋根作ってみる。あえてっていうのもなんか違うけど、これで一旦ちょっとかかってみたいけど、この感じどうやろ。いやでも悪くはないよな。なんかもうちょっとなんかなーって感じやな。悪くはないんだ。もっと適当に伸ばした方がええんかな。葉っぱもりもり。オッケー。ちょっとツタンも持ってきたんで、この辺もちょっと生やしてみるか。あんまこういうのね、使ったことないんですけど。つけといて、あと勝手に伸ばして、で、生えたらまた、ハサミとかでね、回収して、で、まあ、集めれるような感じにしてもいいし。あ、でもここ、いや、大丈夫か。うん、こんな感じで。いや、悪くないな。てか、なんか見慣れてきたらいい感じかも。うん。これはこれで。あ、ツタってあれか、葉っぱにもつけれるんか。あー、めっちゃいいやんか、じゃあ。じゃこの辺から、はい。あ、ちょっと待って。うわ、さらに。来た。狼。うわー。森の狼や。マジか、このタイミングで？やば。仲間にするか。せっかくやから。やば。そうそう、ここ、バージョン 1.20.80 からね。まあ以前もちょっと紹介はしてたんですけど、狼がね、全部で8種類、じゃあ9種類か。一番最初のと入れて、9種類になってて、ここのバイオームはもともとね、森やったんで、なので、ここに生息する森の狼、来ましたね。来ましたってか、まあ、自然にこうやってスポーンする感じなんや。ええやん、ええやん。おいっす。確か骨やったよな。おー！来たー！今シーズン初の狼仲間にしましたー。マジかよ。ええやん、ええやん。ついてくる？あ、来た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 。来よる来よる。あ、でもちょっと待ってよ。せっかくやから、こっち来て。で、ここでお座りしてもらう。おいね。ちょっと今から、まだもうちょっとね、こっち側の建築するから、この子にはね、ちょっと見届けてもらいつつ、作業ね、していきたいと思います。まあでも、同じやつをね、作る感じのイメージやから、もうここはね、一旦カットするとは思うんですけども、一気にね、作り上げていきたいと思います。それでは、よっしょー！ G 山のマインクラフト2024。はい、ということで、カボチャとスイカのね、自動収穫機の建築、完成しましたー！ということで、こちらね、カボチャ収穫機と、こちら、もうほぼ同じような形で、最後葉っぱランダムに設置したスイカ自動収穫機で、ツタがねまだこっちの方数が足らなかったんで、またその辺は収録外で、こっちの方貼っていこうかなと思ってまして、まあでもいい感じになんかものすごい一個のねでかい木が生えたみたいな、そういう巨大施設ができたなという感じで。うわ、雨降ってきた。そして最後にね、あ、今こっちちょっと行っちゃったからあれやけど、この森の狼ね、この子も、仲間にすることができまして、また今後ね、いろんなところに冒険行って、さらにね狼、そしてアルマジロも仲間にできればなと思っております。ただね、ちょっとまだ次のねでっかい大型アップデートも控えてるから、まあ、極力
地図をね広げたくないなというところもあるんで、まだねちょっとゆっくり進めるかなっていうところはあるんですけど、まだね今後どんどんね長く楽しくマイクラねやっていきたいなと思っているので、皆さんもね、温かい目で見ていただければなと思います。ということで、今回この辺で終わりたいと思います。今度が良かったよとか参考になりましたとか、自然あふれるめちゃくちゃいい建築できましたねとか、狼も仲間になって良かったねとかね、思っていただけた方ぜひチャンネル登録そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。